皆さんこんばんは。こちらチャンネル桜北海道です。本日のキャスターを務めます、急遽ここに呼び出されました小野寺勝と申します。よろしくお願いします。はい、同じく呼び出されました本間奈々です。よろしくお願いいたします。ただまあ、はい、そのプロデューサーに急遽呼び出されましたけれども、確かにこれはタイムリーな話題で、どうしてもやんなきゃいけないという思いは非常に分かりましたし、実際にはすごい騒動で、ぜひ皆さんに見ていただきたいという特集みたいなものですので、まあ今日は非常に楽しみでやってまいりました。はい、で実際にですね、これを始まる前に、まあ、2人でトークをするんですけれども、そのトークの内容なんですけれども、まずは昨日私ですね、朝日岳の方に行ってきましたが、その様子をご覧ください。今僕は中別ダムのほとりにある望郷広場という場所に来ています。ちょうど私の後ろに朝日岳が綺麗に見えていますけれども、今日は9月の22日なんですけれども、9月の21日朝日岳で初めて初冠雪が観測をされました。例年よりも4日早い初冠雪ということですけれども、やはり朝日岳のふもとにいたらですね、今だいたい5時50分になっていますけれども、夕方のかなり肌寒くなって、もう秋もかなり来ているなというのは実感をします。ちょうど私中別ダムのほとりにいますけれども、やはり気温が相当下がっていまして、まあ冬ももう少しで来てしまうのかなというような感じがしてますが、本当に今日は朝日岳が綺麗に見えるということで、皆様に、まあ、見ていただきましたということでですね、はい、どうでしたか。いやすごいですね、なんかものすごいこんなもん雪積もっちゃってるんですね。そうなんです、まあでこの模様はですね、実はマービーで555という私の愛車でですね、はい、回るというその撮影で行ってですね、ちょうどその初冠雪があったということで、まあ、あれを撮ったんですけど、マービーで555はですね、その周りのですね、まあ、素晴らしい景色も撮ってるので、ぜひ見ていただきたいと思いますが、特にですね、初冠雪の後のですよ、近くの、まあ、その山麓にあるですねダムにですね足を入れて、まあ、湖に入っていくというですね、荒行までさせられているので、ぜひ見ていただきたいと思いますが、この撮影した後にですね、素晴らしい夕日をですね、私今まで見た夕日の中で一番綺麗かなと思うような夕日の、まあ、画像も撮りましたので、これをご覧ください。どうですか。いや、なんか不思議な光景ですよね。あんなに赤い色になるのかなと思ってですね、はい、で、まあ、連写で撮ったんですけれども、まあ、1秒単位でですね、色がうわーって変わってって、あれが一番赤いタイミングだったんですけれども、さすが北海道だと思いませんか。そうですね。そして何かこう仕切るものもなく、もうね、ビルもなく、なんか大自然で、やっぱりなんか北海道でしか見られないなんか風景だなと思います。いや本当にですね、さすが北海道、北海道に住んでてよかったなと、多くの本州の皆さんはぜひ北海道に遊びに来てほしいとさらに思うような景色を昨日見たということで、皆さんに報告させていただきました。はい、はい、はい、それでは本日の特集です。
本日の特集は小野寺海嶺、共産党と反日左翼党による違法妨害活動と同心の呆れた報道姿勢ということで、まあ、その土曜日ですね、まあ日曜日ですね。あ、日曜日、あれ？土曜日です。あ、土曜日ですね。はい、土曜日、まあ、大騒ぎを、まあ、その講演会で、したグループがいると。本当に大変な大騒動だった。僕はですね、建物の中にいてですね、よく分かっていないので、まあ、最初の頃ですね、まあ、始まった時に、まあ、その皆さんの前にトコトコトコって言って、大変お世話になってます。今日もよろしくお願いしますと頭を下げたらですね、ふざけんなーみたいなこと言われたんですけど、いや、ふざけてません。本当によろしくお願いしますとか言って、わーとかなったので、まあ、帰った方がいいなと思って、建物の方に帰ったんですけれども、はい、その後は奈々さんがずっと おられたということで、ただですね、はい、やはりですね、全国の皆さんに、その言論封鎖をする、まあ、そのどういうような人たちがどういうことをやっていたんだということをですね、ぜひ見ていただきたいと思いますので、まあ、講演会始まる前にですね、どういう方たちがどういうその妨害活動をやっていたのかというのをぜひご覧ください。まずはこれをご覧ください。私たちは言論の自由を大変大事に思っております。それはさまざまな意見があって当たり前であり、私たちは多分そちらにいらっしゃる方とは考え方が違いますけれども、皆さんが何をおっしゃってもそれも言論の自由だと反論する自由も認めております。こちらにいらっしゃる共産党の先生の伊藤一子先生だと思うんですが、議員の先生いらっしゃいながらちゃんと道路専用許可取らないで活動されることの応援されるのはどうなんでしょうか。私たちは繰り返しお話しますけれども、ちゃんと事前に警察の許可を取って街頭演説をすることの許しを得ております。こうやって歩いてるとこ邪魔しなかったらいいんじゃねえの、ダメなのか。あの歩道上もやっぱり歩きとこなんで、そこでいやだから歩くところ開ければいいんじゃねえのかって一周してこうやってね、活動するってことはやめてくださいってことをお願いしてる。お願いしてる。ヘイト行為をやめさせてほしいんですけど、そうです、警告です。だからそれはお願いします。何の警告ですか。ね、歩道上で立ち止まってくれるような活動をしてもらうためには許可でももらわなきゃいけない。いやだから許可もらうにしたら十分だって。そんな事前なのね。なんでこっちが正義なことやってんの。あんたがその正義じゃないよということでうちらはお願いしてるんで、だからまあここから解散してください。それはおかしい。あ、解散してくださいって言ってる。はい、そうです、解散してほしいです。でもこれ有志で集まってるから。解散ってどういう定義ですか。でも有志で集まったんだったらね、あの声かけた人がいるんであれば。いや、サンサンの子だから入ってますよね。あ、本当。はい、それは個人の意思だから。あ、個人の意思に従って皆さん入ってくれたんだろう。ということは、まあ、これから終わったら皆さん解散するということなんですよね。はい、わかりました。まあ、僕はですね、建物の中にいたのでよく分かんなかったんですけども、こんなことになってたんですか。はい、そうなんです。もともと小野寺さんに対して、うん、なんかまあ、この講演会に対して、うん、まあ、妨害活動があるっていうのは聞いていたんですけれども、うん、5時半に集まるようだというふうな、まあ、情報を得まして、で私たちは国盛州としていわゆる道路専用許可をきちんと取ってですね、うん、そしてもう警察に事前にここの範囲でやってくださいっていうふうにも決められていたもんですから、そこでちゃんと私たちはいわゆる法律にのっとってちゃんと使用料も払ってやっていました。そして見ていますと、なんかもうなんていうか、いわゆる交差点側にですね、まあなんか20人か30人ぐらい来てたんじゃないかなと思うんですけど、ワイ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 来て、そしてプラカードを掲げ始めてですね、で静かな風な体ではやっているように見えるかもしれないんですけども、あちら側は明らかに全然道路専用許可は取っていなくてですね、で私たちは時間通りになりましたので
まあ、街頭演説始めたんですけども、まあ、とにかく出だしとしては私たちは道路占用許可を取ってるんですけれども、あなたたちは道路占用許可取ってますかって言ったら黙ってましたね、やっぱりね。でそしてまあ、その後に私たちはその言論の自由を守るためにまあ、いろんな人の言論の自由は大切にするけれども、あなたたちはまあ邪魔をしたり妨害するのが言論の自由なのかっていう、まあ、非常にまあ、普通に冷静にやっていましたけれども、うん、まあ、あまりにもちょっとね、なんかたくさんあれだけいるっていうのは本当に困るし、で多くの人があの人たち何なのって感じもあったので、うん、警察に私たちも通報しました。明らかに全く許可取ってない人たちなので、うん、で警察が来たっていうことは警察は違反行為だと分かっていてやっぱり来てるわけですよ、うん、でそしてそのうちなんか熱くなったのか、だから彼らなんかちょっと騒ぎ出したりとか、なんか一人二人外れていて、うん、私なんかにもうるせえこの野郎なんて言っていったりするね、うん、若い男の子もいたりして、うん、相当ね危険な感じだったんですよ、うん、で警察は本当排除すべきだと私は思うんですけれども、うん、なんか向こう側の一部の人がなんか最近ほらヤジで警察言われてるでしょ、うん、大変なことになるわよみたいなことをね、逆に向こう側もねすごく私汚いと思うんですけど、威嚇っていうかやるんですよね。なんだろう、だってそもそもヤジにしても言論の自由を守れということでヤジ、をしている私たちは権利があるんだって言ってるのに、今度僕の言論の主張に関しては封殺をしようとしてそういうことを言ってるということですか。そうなんですよね、うん、そしておまけに、ね、映像でも流れていましたけど、うん、小野寺帰れっていうねプラカードがたくさん並んでいましたし、あれこそ差別じゃないんですかね。どうなんですか、僕みたいなですね、はい、その精神的に非常に弱い人間はですね、はい、ああいうのを見るとですね食事もできないぐらいに落ち込むわけですよ、はい、本当に、まあ、嫌われちゃった何人かにっていうですね、もう本当に、はい、もうここ数日でげっそりしたような雰囲気がですね、まあ、モニターからもわかると思うんですけれども、ただ僕は本当は実は平気です、あんなことやられても、ただ平気じゃない人もいると思うんですよね。そう考えると、はい、あんなこと本当に許していいのかなと、まあ後からこれに関しては詳しくやりますけれども、私は講演会の中でヘイトスピーチをしていないと、はい、何のその講演会活動をしている前にですね、ああいうことをやってるというのは明らかに、まあ、妨害活動であり、その役所に啓発をして中止させろと言っているその主張自体が明らかにおかしいんだというようなことをですね、まずは皆さんに見ていただきました。こんなひどいことをあの人たちはやってるんだと。で、はい、次にですね、本当に私のその講演会の内容の主張がヘイトだったのかどうなのかと、この皆さんに見ていただかないとその判断できないので、まずは皆さんに私の当日の私の部分、だいたい30分ぐらい話しましたけれども、その30分のそのスピーチ、その講演というものをぜひ見ていただきたいと思います。あなたもアイヌになれる、みんなでアイヌになろう、このですねタイトルが非常にけしからんという方がいらっしゃいますが、私は非常にけしからんと思ってないと。今日ですね、皆さんに、レジュメというか、その何を話すのかというのを、まあ、番号を振って、書いてあります。1番、このタイトルや当講演会がヘイトだと騒ぐおかしな人たちがいますが、今日も外で騒いでいましたが、本当にヘイトなのか。で次に、民族でもなかったアイヌがどのようにして先住民族にまでなったか。で3番目に、しっかりとした議論もせずに国会がアイヌを先住民族としたが、なぜかそれを絶賛した北海道新聞とその実現に動いていた呆れた国会議員の話。で4番目に、アイヌ関係者に見え隠れする諸外国の影。で5番目に、アイヌ新法は正義の悪法になる、同法の危険性を考察、シャケ密漁騒動から日本の分断まで、最後に、本当にアイヌ民族は先住民族かでですね、皆さんのレジュメは終わっていると思いますが、実は書いてないことがありましたの議論から北海道新聞を考察すると、これがメインの話になるというふうに思ってください。でまずですね、最初1番目、このタイトルや後講演会がヘイトだと騒ぐおかしな方たちが今日も騒いでいたが、本当にそうなのかです。でもしですよ、和人と呼ばれるアイヌではない方たちが、まあ、アイヌ文化に憧れたと、でさらに
まあ、アイヌの人と、まあ、恋に落ちたと。で結婚したと。その瞬間にアイヌ民族になれます。だとしたらここにいる、まあ、未婚の方、もしかしたら結婚してても離婚するかもしれませんし、まあ、分かりませんけれども、まあ、多くの方たちがですね、アイヌの方と結婚をしたらアイヌになれるんだとしたら、あなたもアイヌになれるというですね、その問いかけはヘイトになるのかと。私はならないと思う。で実際にですね、これを騒いでる方たちはアイヌというのは厳密な定義があって、それに、まあ、外れるとアイヌではないというようなことを言いますが、実際は誰でも結婚すればアイヌになれる。もしくはアイヌ協会がハンコをついただけでアイヌになれるのは間違いありません。で先ほど保先生が曖昧な定義、これを説明したのでこれは飛ばしますけれども、次、これが十勝毎日新聞の記事は私は使っていいというふうに言われておりますので、この記事を使いますが、ちょうどここら辺、2段目の最後ですね、小野寺氏は同うたり協会、当時はアイヌは差別用語だということで、うたりという言葉を使ってましたが、今のアイヌ協会と同じことです。同うたり協会ラオス支部で、96年まで4人だった会員数が、翌年に208人に急増、02年には74人にまで減少していることも指摘。これは私が見つけてですね、道を追求しました。で何が起こったか、道が調査をした結果、ほとんどがアイヌとは無関係の方でした。で結局ですね、208人はアイヌでも全く関係ないのにアイヌ協会の会員になったとということは、アイヌ民族だったということです。その瞬間、ただ辞めたと慌てて。でも74人になってもですね、70名はアイヌとは関係ない人がアイヌとして居座り続けたということは、私の言っているハンコをアイヌ協会がついただけでアイヌになれるというのはですね、私の質問と道の調査の答えからでも明らかなんですけれども、それを違うと騒いでいる人たちは私には理解できません。まずこれが今日のですね、タイトル、どこがヘイトなんだという話をさせていただきました。次、民族でもなかったアイヌがどのように先住民族になってしまったのか。先ほども先生が、的場先生がお話になっておりましたが、実際は昔は日本は単一民族国家だと言っても全く騒がれませんでした。それは政府が日本には特別な民族はいないとずっと言っていたからであります。でこれが年表なんですけれども、まあ、1899年からわーっと2019年まで年表が書かれてありますが、先ほど先生が言ったのは1986年、中曽根当時の総理は日本は単一民族国家だと発言しました。ただこの時はですね、まあ、多くの方がわー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 言っていても、日本政府としては特別な民族はいないので、まあ大した問題にはなりませんでしたが、1991年にですね、外務省の国連局がいきなりアイヌは少数民族と言えなくもないと国連の場で発表をしてからですね、政治家が日本は単一民族国家だと言った時に、いやいや外務省は国連でアイヌを少数民族だと言っているのに何事だという根拠で政治家を攻撃し始めたということをまずは皆さんに理解してもらいたい。つまり国会で議論したわけでもなく、一外務省の国連局という局がですね、国連で発表した瞬間に日本は多民族国家に知らないうちになってしまった。国民が全く知らないところで多民族国家になったというのは皆さんにご理解をいただきたい。でさらにこれからアイヌ新法だとかいろいろな動きがあるのですが、そういうふうにしてまずは民族になったと、さらに民族から先住民族まで持ち上げたと。で私はですね、この先住民族はおかしいのではないかと同議会で、まあ、追及をしてですね、まあ、その話は後からしますが、
今は先住民族かどうか疑わしいといっただけで、マスコミが総叩きをする、そういう雰囲気になっておりますが、私は先住民族かどうかは疑わしいと今でも思っておりますし、その根拠の話もしたいというふうに思います。次、しっかりとした議論もせず、国会がアイヌを先住民族としましたが、なぜかそれを絶賛した北海道新聞とその実現に動いていた呆れた国会議員ということですが、これは的場先生がおいでなので、的場先生の著書に書いてあるそのページをまあコピーしましたので、それを見ていただきたいと思いますが、これが先生の書いていた著書の中に書いてあるんですけれども、まあ、読むと7日の北海道新聞朝刊によれば、決議に向けた、この決議はアイヌを先住民族とするという国会決議ですけれども、向けた動きが水面下で始まったのが今年の1月、新党第一の鈴木宗男代表が自民党北海道連会長の今津明衆議院議員に持ちかけたのがきっかけだった。民主党の鳩山由紀夫幹事長も同じ思いだったというと、まずこの3名だけでも相当濃いんですが、さらにいきましょう。3月には今津衆議院議員を代表にアイヌ民族の権利確立を考える議員の会が発足、水面下で政府との調整を行い原案を作成した。しかし自民党の党内手続きで必要な政務調査会の審議を得れば、さらに異論が出てまとまらなくなる閣僚経験者と見て、いきなり党の最高意思決定機関の総務会に諮り了承を得た。通常手続きではないが、決議の骨格を守るための巧妙な案だったというふうにですね、北海道新聞が褒めたたえているんですよ。まあ、驚きである。要はまともに議論すると決議案が潰れるから議論させないことにしたと言っているに等しいと、民主主義の精神に著しく劣るばかりか、国会の存在意義を自己否定していると言えよう。北海道新聞の報道姿勢にも呆れる。日頃は政府与党のやり口を国民不在だ、不透明だと解き下ろすのに、今回ばかりは巧妙な案だったと持ち上げたのには恐れ入ったというふうに北海道新聞が褒めたたいてるんです。もしこれですよ、安保法案でこのようなことをしたらどうだったんですか。これはもう北海道新聞狂ったように追及したはずですが、アイヌ新報では自民党はちゃんと議論しないで、裏口で全然議論しないで通してくれて素晴らしいと言ってると、これ二枚舌だったんです、世の中で。と考えると、いかに北海道新聞もこの先住民族というキーワードを、まあ、絶賛して欲しがっていたかというのが分かる。つまりどん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 周りの人がですね、民族にしてしまったものを先住民族に持ち上げたのかというのはですね、マスコミはじめ左翼団体がそれに乗っかってわーっと動かしていったというのは、この同心の記事からも分かるというふうに思っております。次、アイヌ関係者に明確にする諸外国の影ということですけれども、先ほど先生がおっしゃっていたので施設層のところはまあ飛ばしますけれども、これはその実際に金正恩の著作研究結成集会大阪だったと、これ金正恩に著作があるのかどうかちょっと分かりませんけれども、まああるんでしょうね。その中で、顧問としては金日成金正日主義研究全国連絡会議代表の世話にバーッと書いてありますけれども、共同代表として沖縄バーッと書いてあって、北海道アイヌ協会副理事長の安倍裕子氏と、つまり金正恩の著作研究会なるものの設立の共同代表にアイヌ協会の副理事長、これ公益法人ですよ、税金で運営しているその団体の副理事長が施設層を広める団体の共同代表になっていたというのは、私は大問題だったというふうに思ってですね、これは追及をしました。しましたが、当時の道議会ではあまり問題になりませんでしたが、ここに来てやっと問題になり始めました。やはり拉致したご家族の方がですね、北朝鮮の帰ってこないと、
で多くの拉致被害者の関係者の方も年老いていると、日本どうなっているんだというような、まあ、風潮になった中で、施設層を広めるとは何事だということで、関係者が施設層の研究会に、まあ、どっぷりと使って、しかも共同代表をやってるということはですね、やっと問題になってきました。それでもですね、北海道新聞をはじめ多くのマスコミはこれを追及しようとしません。なぜなんですかね。日本人がまだ拉致されたままなんですよ、北朝鮮に。その考え方を普及する、そんな方が公益法人の副理事長、さらに国のアイヌの政策の審議委員会の委員をやっているというのは、私は到底理解できないということで、これを出させてもらいましたが、またもう一つ、これも苫小牧の駒沢大学の教授ですけれども、この教授もアイヌ民族と朝鮮人の深い関わりということで講義をしています。私は朝鮮人とアイヌの方たちが深い関わりを持っていてもいいと思います。別に差別をするつもりはありませんが、ただ今言ったように拉致被害者の方たちがいるんだとしたら、その部分をきっちりと線を引かないでですね、こんな議論を能天気にやっている場合ではないというふうに主張しているということでございます。さらにですね、これは北海道の公的な書類なんですけれども、実際に東華社というのはですね、2011年だったかな、これをちょっと後から確認しますけれども、北海道に急に来ました。この東華社というのはですね、北海道サミットの時には外相クラスで国賓として北海道に来ていて、ずっと日中友好協会の会長をしていた方ですけれども、いきなり北海道に来てですね、でどこに行ったのかというと、白老町のアイヌ民族博物館に行っていると。でその次に札幌に入って炭の家というのを見学をして、夜に歓迎レセプションに行って帰ってしまったと。これ何しに来たんだと思って調べたらですね、やはり中国、この国賓クラスの人がですね、平尾の民族共生空間、今できようとしてますが、まだできていない場所に視察に入ったということはですね、実は大変な問題なんじゃないのかというふうに私は思っておりまして、まあ、これに関係する話は、まあ、時間の関係上しませんけれども、こういうように中国だとか北朝鮮の影がですね、アイヌ協会、アイヌの関係者の後ろにですね、明確でするというのは皆さんにご理解いただきたいというふうに思います。次に、アイヌ新法は世界の悪法になる、同胞の危険性を考察、鮭密漁騒動、日本分断と書いてありますが、皆さんもご存知のように、鮭を、まあ、その門別のアイヌの方たちが取って大問題になりましたが、これは私は違法な犯罪行為だというふうに今でも思っておりますが、実際にですね、利用されるアイヌということで、何を言いたいのか、まずですね、これは公安調査庁、昭和53年に、まあ、その出たですね、52年に関するその警察白書ですね、警察白書の文書ですけれども、まあ、いろいろその爆弾事件だとかテロ行為がああいうふうに推移しているよというのをですね、この下ですけれども、これを拡大すると旧民革命論、アイヌ革命論というふうに書いてあってですね、日本帝国主義を打倒し独立した共和国を建設する革命の主体はアイヌを中心とする抑圧され差別されている少数民族であり、これらの人々が相連携して日本帝国主義が収奪し搾取した領土文化等を取り戻すべきだと極左暴力集団の一部が主張している例である。これは何を言ってるかというと、道庁爆破をしたですね、その死刑囚がこのアイヌ革命論にどっぷりと浸っていたと。で結局は北海道庁というのはアイヌの土地を奪った悪の権化であるので、これを破壊しなければならないということで爆破をしたんだ。それの一番後ろにあったのはアイヌ革命論、アイヌを最終的には独立させようということで動いていたんだということを考えてですね、アイヌは実はそういう方たちにも利用されていたというふうに言わざるを得ないというふうに思っております。あと暴走もくろむ組織ですけれども、これは
アイヌの札幌支部の議案書です。これはですね、先ほども先生がおっしゃっていましたが、安倍由子札幌支部長、これはアイヌ協会の副理事長で土層にべっちり染まった方が支部長をやっている北海道の中で一番大きい支部のこの議案書ですけれども、これを見るといろいろ書いてあって、3番目、自治権獲得要求、自治憲法制定、議会開設、アイヌ議会、役所、裁判所、警察、民間学校、幼稚園、小中高、大学、国家、国旗と、これを本当に議論してるんですよ。だって自治権をもらったら国のようなものができると思ってますから、この人たち。だとしたら一国二制度という話になりますね。国の中に国ができてしまうかもしれないと。この人たちの考えること、これを基準にするとですね、鮭を取って何が悪いんだと。だってここうちの国だもんと。そう考えている節が十分にあると。でも本当にいいんですか。だってアイヌの方たちはアイヌ民族かもしれませんが日本人ですよ。その日本人が別々の日本人でいいのかということを私は問うているのですが、それがヘイトになる意味がわからない。日本人は同じ平等に扱われるべきだと憲法に書かれてあるにもかかわらず、それを指摘するとヘイトになる意味が私にはわかりません。で、先ほども的場先生が言っていましたが、この方はですね、まあ本丸中の一人です。上村教授といいまして、この方ですけれども、国連の方に行っては日本の悪口を言って、最終的にはアイヌを独立させなければいけない、琉球を独立させなければいけない、別々の国なんだみたいなことをですね、平気で言っております。実際に沖縄の自己決定権の問題、アイヌ民族との共通というふうに書いてありまして、今言っているのはアイヌが先行していると。沖縄の皆さんも琉球独立のためにはアイヌのやってることを見習えと言ってですね、動いている。つまり我々の住んでいる北海道は実は沖縄よりも大変厳しい局面に来ている。それは日本の北海道の中に変なエリアができてしまう可能性があると。それは私の妄想ではなくて、アイヌの札幌支部の議事録にそう書いてあるからそう言ってるだけの話でございます。最後に、本当にアイヌ民族は先住民族かの議論から北海道新聞を考察するというふうに書いてあります。北海道新聞、なかなか素敵な記事をいくつも書いてくださっておりましてですね、例えば前回このアイヌに関する講演会をやったのはですね、カゼル27でやった時にもですね、まあいろいろ妨害活動があってですね、その会場の前にですね、いろいろプラカードを持ってる人がいたと。で、まあそれはそれとして、まあ表現の自由か何か知りません、まあいいんですけれどもですね、この記事のお題がですよ、まあそこには映せないんですけれどもね、まあこういう記事なんですけれども、差別禁止へ初めの一歩と、差別はけしからんと、だからアイヌにヘイトをしたらダメだと。私はヘイトを一切言わなかったので、私の発言はどこにもヘイトだというふうに書いてませんが、ヘイトのスピーチをしてないのに、前回今回もまたなぜかヘイトをするに違いないと言って、まあ、妨害活動をしているのはけしからんのですが、まあそれはまあ後に回しとしてですね、この記事ですね、非常に面白いのが、この中にその英国人のですね、ある方がですね、いろいろこの言っているわけなんですよ。そのいろいろ言ってる中でですね、実際にはその差別ということをですね、まあ、その法律が抑止したと、我々が監視をしているので、まあ小野寺という議員はですね、そのヘイトをしなかったんだみたいなことをですね、まあ書いてあるわけなんですよ。まあ実際そうですね、差別禁止ですから、自分たちの行動で差別を防止できたんだというふうに言っておりますが、ボン、このイギリス人ですよアイヌヘイトの小野寺カイレですよ。これはですね、差別ですよね。私に対する差別です。私に対する差別をしておいて、
差別を止めることができたみたいですね。正義の味方的な発言をしていると。さらにですね、ここの場所には同心の記者がおりました。このプラカードをこの方が持っているのを知っているにもかかわらず、この記事でそういうことを書かせるというのですね、ジャーナリストとしてどう思いました？皆さん、最低ですよね。最低なんですよ。で、挙句の果てに私の発言は全くありません。一方的に書いてあるだけ。こんな記事が本当に許されるのかと私は思っておりますし、実際にですよ、さらに驚くのは、今回のこの講演会にもまた同じ方とですね、もう一人さらに強力な助っ人が加わって2人で記事を書いておりますが、差別的死に批判相次ぐという記事が出ておりましたが、前回の講演会で全く差別的な発言はしていません。今も差別的な発言はしていません。事実にのっとった話しかしておりませんので、差別のしようがないのですが、こういう記事を平気で書いてくると、差別的死に批判愛するアイヌ民族テーマ公演札幌市施設で予定、どんだけ批判が相次いだのかと思ってよく見るとですね、18日までに講演会に反対する電話やメールが12件あったと。12件が批判相次ぐなのかということですよ。さらにですね、実はこの講演会を、まあ、私から見るとかなりレフトサイドのですね、弁護士がいらっしゃいますが、その、まあ、井野弁護士という弁護士、何ですか？何してんの？まあ、私利私的に行きましょう。いるのですが、その弁護士もですね、実際にはこの講演会はやらせるべきだと、言論の自由を守るべきだというふうに言っているんだとしたら、私はいくら政府でもですね、この弁護士の方の主張は至極真っ当だというふうに思っております。例えば北海道新聞は先住民族、これに関して私は嘘をついているかのような話をしておりますが、実際には例えば先住民族だというふうに北海道新聞が言っているのは、国会で決議をしたからだ、そして専門家も言っているからだ、だからアイヌは先住民族だ、この男は何を言っているんだという論法ですが、だとしたらですよ、例えば安保法制、これに関してはいくら国会で決議して専門家の話を聞いても北海道新聞はおかしいと言い続けています。なぜ国会で決議をして専門家の意見も聞いた安保法制、北海道新聞はおかしいと言えるのに、アイヌ新法に関する先住民のことをおかしいと私が言ったら文句は言われるのか、わけが分かりません。もし反対していた政党があるからだという主張だとしたら、例えば原子力の安全利用、これは国会全会派一致で決まったはずであります。当時の共産党も原子力の平和的利用研究には賛成をして、国会議員で誰一人反対していない、この政策にもですね、北海道新聞はノーと言っている。だとしたらですね、二枚舌だと言わざるを得ない。まあ多くの問題があります。さらに共産党がですね、まあずっと反対をしていたから北海道新聞も反対しなければいけないというような主張だとしたらですね、だとしたら実は憲法の、日本憲法を制定するときに全会派一致で制定をしたわけではありません。国会で反対をした政党がありました。それは日本共産党でした。
日本共産党の主張は憲法9条で軍隊を持てない、そんな国は独立国としておかしい、だから憲法9条で軍隊を持てないという案に関しては反対なので、日本国憲法の採択には反対をすると言っていたのは日本共産党ですけれども、それに関しても日本共産党が反対していたものにですね、実は北海道新聞はそんなことは全く忘れてですね、憲法を守れ、九条を守れって言ってるのでしたら、すでに主張がおかしい、言わざるを得ないというふうに私は思っております。まあ、いずれにしましても騒いだ方がいらっしゃいましたが、まあ、淡々と話を進めたいというふうに思いますが、最後にどうも、このファックスが来ました。日本のナチス、日本破壊会議は焼却処分するしかない、または殺人死、小野寺なるゼロリストの動揺、これ動揺は多分私を、まあ、焼却処分にしたいんだというふうに思いますけれども、私煮ても焼いても食いませんが、とりあえず焼却処分にしたいんだとしたらですね、これ殺人予告ですよ。このファックスが来たことを北海道新聞はどう扱うのか、皆さん見ておきましょう。あの愛知トリエンナーレの時に、あのファックスが来た時にあれだけ騒いだ北海道新聞がこういう人の頭の前のことをしたんだとしたら、それは黙ってるはずがありません。これは一人見ておきますよ。だって殺人予告されちゃったんですもん。脅迫罪ですよね。ということで、最後に私が今日一番言いたいのは、この本を皆さん買ってくださいということです。ありがとうございました。はい、どうぞ。ゆうか、私の意見言いたいんですけど。はい、どうぞ。はい、クラックノースの青木陽子と言います。あ、はい、どうも。はい、抗議行動を、はい、私クラックノースが、まあ、呼びかけました、はい、その時で呼びかけた人間です、はい、まず2点あります。1つは的場さんの、それにつけても金の欲しさですね。変なあの線言ってましたけど、金が欲しいっていうこと、そのアイヌの先住民族としての権利を認めろっていうこと、その主張に対して金が欲しいんだっていうふうに言うこと、それをそして民族性に結びつけることで、それを否定することっていうのはヘイトスピーチです。まずこれが1点で、次にですね、誰でもアイヌになれる、これは要請書で、このタイトルはあのヘイトスピーチであるっていうふうにあのはっきり言いました。で、私たちのその要請文に書いた、この講演会がですね、ヘイトスピーチである、だからそのこのね、公的施設でやるべきじゃないっていうふうに言いましたが、その理由っていうのはですね、まずタイトルがヘイトスピーチである、そしてあなたたちの、内容もヘイトスピーチであるだろうというふうに大前提が高いというふうに言いました。で、実際にヘイトが出ました。質問しろよ、質問。大前提って何ですか？日本語わかんないのか。で、実際に、はいはいはい、で実際に今回のヘイトスピーチに煽られた人が出ています。で、何かというと、名古屋の、アイヌフェスティバルでこの、講演会のチラシを持ってですね、民族衣装を着れるコーナーに出て行って、写真をわざわざ撮ってみんなアイヌになれるんだってことを嫌がらせでしたんですよ。それがヘイトスピーチだっていう証拠です。差別正当性があるっていうことです。先ほどの質問にお答えします。ね、私はアイヌに対して川柳で答えたんでありません。密漁者に対して行政が何も動いてくれないから、ね、例えば小山幕府、ね、
この時に幕府が動いてくれない、住民のために動いてくれない、そういう行政や支配者に対してね、支配者に対して庶民の知恵が戦略です。これは江戸時代以来の日本の文化ですので、この戦略を否定するってことは、あなたが私たちの文化を否定するってことですね。私の方からも、お答えさせてもらいたいと思いますけれども、このタイトルがヘイトになるというふうに言っておりますが、あなたもアイヌになれるハテナですから、皆さんにアイヌに何でもヘイトスピーチにならないって言うよ。それをちょっと待ってください、ちょっと待ってくださいね。それを皆さん説明されても皆さん分かりましたか。アイヌになっちゃう、はい、ということで、私の、講演を見ていただきましたが、どうでしょうね。なんか特段問題の、ないあの内容だったと思いますし、実際には、あったことを淡々と言ってると、危険性について言ってるけど、ヘイトありましたかね。いや、ないんじゃないですかね。なんかそれよりもこんな妨害的な、ことを言ったりしていく人たちがいるんだなっていう方が、質問もね、びっくりしましたね。まずその僕が喋ってる最中に、小野寺なんとかわーとか言って、そのあれですね、客席にいたわけじゃなくてですね、会場にガッと入ってきて、その入り口出口のところでうわーって騒いで、そのままもう猛ダッシュで逃げてったというですね、卑劣極まりない方がですね、ああいうことをやったんです。でもう一つ、その最後にそのクラックスノースのクラックノースの青木陽子さんという方が、あのように、その質問ですって言って質問をしていましたが、最後にはですね、これは質問ではありません、意見ですみたいな、あなたの講演会かと質問時間を言ってるのに、質問じゃなくて最後には私の主張ですみたいなことを言ってですね、もうトンチンカンで話にならない。しかもですね、私の講演の内容にヘイトが全くなかったので、何を言うかと思ったら、このタイトルがヘイトなんだとか言うので、いや、ハテナがついてるでしょと、みんなもアイヌになれるかみたいな、ハテナがついてて、いや、こういうふうにしてアイヌの定義があるんですよという説明をしたのに、何がヘイトなんだったら、いや、ハテナがついたら問題変わるのかみたいな、変わりますって言って、だからもうヘイトにしたくてしょうがないんだけども、ヘイトにもできず、それで題名に文句をつけてヘイトだったんだみたいな騒いでますけれども、今日この動画をご覧になった皆さんはですね、分かったと思いますが、全く問題ないものについてあれだけの抗議活動をして、言論封鎖をしようとしたということは、私は大問題だと思いますけれども、どうでしょう。いや、そうですよね。なんか思い込みが激しいっていうか、とにかくレッテル貼ろう貼ろうっていう、とても悪意を感じますし、実際なんていうか、私も弁護士の先生に聞いたんですよね。何をもってヘイトっていうふうに断定するんですかって言ったところ、厳密に言うと法律的にはもう事前にこれとこれがヘイトだっていうふうに断定するのは極めて難しくて、ほぼヘイトスピーチ解消法案っていうのにも罰則が設けられなかった通り、事前に定義づけをするのは極めて難しいっていうのが弁護士の方の見解で、なので結局法律違反で問うとするならば、例えば名誉毀損的なもう恥ずかしめ貶めて、はっきり言って社会的行為に影響を与えるようなことを言ったとか、そういったことでない限りは、言葉をなんか切り取って言う断定するのは難しいとまで言ってるんですよね。なので そこまで難しい問題であるにもかかわらず、なんか一方的にね、あんなこと言ってトンチンカンっていうか、してこういうのをなんかこうおとなしい人とかなんか真に受けても困るので、本当にしっかりと、おかしいんですよって私たちも言っていかないといけないですよね。ですね、はい。それで実際には何の問題もなかったものに関して、ああいうふうに私の的場先生だったんですけれども、2人の言論を封鎖させようと、愛については何一つ語るなということでわーっと騒いだんですけれども、この会場にですね、同心の記者がいらっしゃいました。で、多分これは記事にできないだろうなと、その反対活動をするグループが明らかに非常識で、とんでもないことを言っていて、私たちは淡々と抗議をしたと、講演をしたということなので、できないだろうなと思ったらですね、書いてきました、記事に。で、この記事はちょっとお見せはできないまでも、一部この第
三面のここにですね、まあ、バーンと漫画の横にですね、まあ、書いてあるわけですよ。でこの一等地ですよね、一面の次、ここがまあその多くの皆さんが見るという場所にですね、札幌市が施設利用許可、アイヌ民族テーマ公園、市民団体ヘイトだと。ただヘイトがなかったんですよ、うん、講演会の中に。で何を言うかというと、そのテーマがヘイトだみたいなへりくつを最後に、そのクラックノースの、まあ、その幹部の方が言うぐらい、何もなかった講演会に対してああいう講演会をやらすのは市のその施設で、公的な施設で問題だ的なですね記事を北海道新聞が書いてきてですね、私腰を抜かすぐらい驚きましたけれども、どうでしょう。いや私はびっくりじゃない恥ずかしくないのかなと思って。どうなんだろう。あの前段で見ていただいた通り、彼ら道路専用許可も取らないで違法な活動を堂々とやっていて、で私たちはあれ映像を撮って流しましたけれども、結構テレビ局も来てたんですよ、うん、でもあれテレビ局も流せないだろうなって、なぜかっていうと、うん、あの明らかに違法行為をやっていて警察まで来て、でそして警察と揉み合いやってるような団体を、うんうん、あの違法行為の、ね、人たちを素晴らしいなんて取り上げようがないのでね、うん、だからよくもやったもんだな。逆にただ同心はそれでもこのですね、はい、反対している団体をですね持ち上げようとしてますから、はい、これ本当に同心大丈夫なのかなと。で実際に、まあ、そのあのヘイトをダーッと騒いでて、私の小野寺ヘイトをするですね、うん、団体にですね同心の記者はびったり寄り添ってですねずっといたのもですね確認をしておりますが、特にこの記事ですけれども、まあ、内容をどこが問題なのかということを、まあ、数点にわたって指摘をしたいと。これだけ北海道新聞はクズ新聞なんだということをですね皆さんにぜひ全国の皆さんに分かっていただきたいということで、いくつかに分けてですね、まあ、説明をしたいと思いますけれども、まずこの記事の中にですね重大なことが書いておりません。まずこれをご覧ください。これは私と的場先生に来た脅迫状だと思っていますが、このファックスをご覧ください。これはですね的場先生が、まあ、その殺人者だと。で私は、まあ、そのまあもういろいろ書いてますけど、最終的に何が問題かと、焼却処分なんだと2人は。そう考えると、まあ、私テロリストって書かれてましたね。そう考えるとですね、その愛知トリエンナーレの時にガソリン撒いて燃やしてやるみたいなことと一緒でですね、燃やしてやるって言われるようなその脅迫文をもらっているんだというようなことも講演会で言って、これに対して同心はどのような記事を書くのか皆さん注目しましょうねと言ったことをですね、全く同心は無視してこの記事に書いておりませんが、どうでしょう。ひどいですよね。明らかにテロリストどっちなんだっていう気がするんですけども、うん、脅迫している、まあ、多分関係者脅迫してるんだと思うんですけども、うん、そっちを取り上げずになんかスラッと市民団体がヘイトだって言ってるってなんかおかしくないですか。だから愛知トリエンナーレの時は、うん、同心側は、まあ、主催者サイドに立っているので、それに反対するやつはけしからんということでファックスが来て、うわーっと自由、その言論の自由を封鎖するようなファックスが来たってわーって騒いでるのに、かたや私の言論の自由に関してはですね、ファックスが来てもそれも関係ないんだと、焼却処分って書いてても何なんだと、全く記事に書いてないというのは明らかに二枚舌というかですね、自分たちの思想だけが正しくてですね、他のものなんか脅迫状が来たって関係ないという姿勢はですね、報道機関として明らかに狂っているというふうに言わざるを得ないと。これが一点です。次なんですけれども、この記事を読むとですね、その20日までに開催反対の電話やメールが17件あったと。で実際にはこの前の記事では13件で批判相次ぐだったんですけれども、それが4件しか増えてないと、あの記事が出てから。で批判17件なんですけれども、賛成の意見もですね相当数言ってるというふうに聞いております。相当数ってもまあこの件数と同じぐらいのかちょっと分かりませんけれども、これに関してはですね、私のたちの仲間にですね川田市会議員がいるのでですね、実際に問い合わせて件数を聞いてもらおうと思いますが、これと同じような件数がですね賛成であったとしたら、まあ、これは同心徹底的にさらに叩きますよ。で一方的な17件の反対の意見しか書いてないと、うんうん、さらにこの開催に関して札幌の弁護士の方がですね、
これは開催をそのさせないのは市としておかしいということで、ブログまで書いてあります。これは井野弁護士という方だったんですけれども書いております。そう考えると弁護士の方も実はこれをやらせるべきだというふうに言っていることもですね、全て無視ですよ。だってそんなものを役所に聞いたら反対意見どれだけあるんだ、賛成意見どれだけあるんだと、さらにどういう人から来てるんだ、弁護士から来てますみたいなことだったらですね、ここに本当は書かなきゃいけないのに反対意見だけしか書いてないというのはですね、明らかに手落ちだと思いますが、どうでしょう。悪意に満ちてますよね、うん、なんかそして私の知り合いなんかもこれ聞いて、そもそも十何件っていうのは、うん、取り上げるべきぐらいの数のなんていうか反対意見になるのかねっていう、この人口200万もいるね札幌においてっていうようなことも言ってましたよね、うん、だってあの記事が出てですよ、批判相次ぐと、はい、それから4件しか増えてないってことは、うん、ほとんどみんな関心がないんですよ、うん、で、あの立ってた人たちの数より少ないんですよ、うん、反対と、それは立ってた人たちなんてじゃあ何の苦情も出してないのかということを考えると、うん、17件の数というのがいかに少なすぎるかというのをですね、同心は全く考えないでさもいっぱい来たような話にしているというのはですね、明らかに悪意に満ちていると。次ですけれども、この記事の中にその北海道の道警がですね30人以上駆けつけたというふうに書いてありますが、なぜ駆けつけたのかの理由が書いてないんです。で、実際に先ほども奈々さんが言ったように、相手のその我々の講演会を妨害するという活動で街頭に立っていた、その街頭での道路使用許可を出していないということで、まあその通報されて警官が来て、ここで道路使用許可を出していないのにやっていたら問題なんですよということで警察が来て排除しようとしたんですけれども、ああでもないこうでもない言って、最終的にはそこで一悶着あったことは一切書いてませんけど、どうでしょう。本当にそうですよね。これ呼ばれたのは小野寺さんので呼ばれたんじゃなくて、うん、妨害してきた行為の人たちが法律違反を明らかに犯していて、うん、でそして警察が、まあ、これじゃダメなんですよって注意をしていたら、なんかいやなんかやじで警察揉めてるけどいいのこんなことを、私たち排除するつもりみたいな開き直り、うん、でそこに私は議員の先生もねいたんですよ。素人の人たちじゃないんですよね、うん、なんか議員の先生もいて、議員がいるのに明らかな違法行為をはっきり言って放置してるというね、うんうん、とても悪質な事例かなっていう気はするんですけれども、 そうですね、その議員の先生に関しては、特に共産党系のですね、まあ、共産党の議員がですね、議員と元議員ですね、現職の札幌市議会議員がいるのは非常に驚きましたけれども、とりあえずこの4人の議員はですね、そのまあ政治家はですね確認できましたので、この写真をご覧ください。まあ、これはですね2人のその政治家の顔しか出ておりませんで、この2人はですね、まあ両方とも前職で、まあ残念な結果、まあ当然こんな議員は前職で残念な結果になって当然なんですけれども、実際にこのですね2人以外にもですね現職の札幌市議会議員もいたということで、まあ4人の名前をですねここで公表しますので、ぜひこの名前は全国の皆さん、北海道の皆さんには知っていただきたいということで名前を公開します。この方たちです。どうですこれ。いや本当に議員の先生ですよね、うん、もう繰り返しになるんですけれども、うん、私たちは道路占用許可のちゃんと手続き取って1日がかりで取ったんですよ、うん、そしてお金もちゃんと支払ってます、うん、なんかむしろせこいんじゃないかっていうね。そしてなんか一説によると、なんかそのなんか、まあ、まさに伊藤理智子さんのところに5時半に集まりましょうってやって動員かけているにもかかわらず、うん、警察がこれ違法行為だったら、いや私たち自然と集まって別に示し合わせたわけじゃないんですっていうことまでね、うん、言ってた人たちもいるんですよね。そうだから警察が、はい、その本当にお前ら集まってないのか、いや違います、偶然ここで集まったんですとか言ってたんですけれども、実は5時半に集合をかけていたというのは、まあ、前札幌市議会議員の伊藤前市議がですね、はい、そのフェイスブックでそのシェアをしている画面がありますので、これご覧ください。
ということで SNS というのは非常に便利なもんで、うん、証拠残っちゃっていますからね。はい、まあ、集合かけているのをクラックノースっていうのが、まあ、公にして5時半に集合みたいな号令をかけていて、さらに全市議会議員がそれをシェアしているということで、うん、それなのによく偶然集まりましたみたいなことをぬけぬけと言えるのは、これ嘘つきの集まりなんですね。そうなんです。そして私たちもあの警察にもう一回確認したんで排除しないんで、あの私たちはちゃんと撮ってるんだけども、あれが認められるんだったらもう私たちも次回からあの道路占用許可取らなくてもいいんですかって、いやいやそれ困るんで取ってくださいと。で彼はやっぱりあの問題のある行為をしてると思うので、ちょっと対応をあのまた後でちゃんと考えますってことを、まあ、言ってたんですよね、うん、警察、うん、まあ、それはまた後であの確認取らなきゃいけないなと思ってるんですが、うんうん、もう明らかに違法行為であるということはもう警察も認識している、うん、して非常に悪質で、なんかこう言い逃れして、で、うん、なんかあの彼ら不思議なんですけど、ああいうふうに映像で流れているのに、なんか私がツイッターとかでなんか写真撮って、うん、まあ、暴言吐いたりなんか大変だった、何もやってないってなんか言って、私何も言ってないのに、うん、本間奈々さん差別的発言をするんですかって、いや差別的発言で一言、私も何も言ってない、仲間にされちゃった。なんかね、なんかあふにじゃ、なんか私たちが対抗してるっていうだけで、なんかあの差別っていうんですね、うん、いや、まあ、不思議な人たち、ひどいな。まあ、で実際にですね、北海道新聞はこの一連のその騒動の理由を知っていて、はい、道路使用許可の、はい、全く記事に出していないと、うん、でさらにですね、私が腹を立てるのはですね、その道センター周辺でヘイトは帰れ、アイヌ差別は違法と書いたプラカードを掲げてって書いてありますが、小野寺帰れのプラカードは4枚あったはずなんですよ。そうですね、そう、これ小野寺帰れのプラカードを持っててなんで書かないのか、これどうでしょう、はい、いや、そしてこの言葉自体も問題だと思うんですけど、うん、なんか帰れとか、うん、ね、なんか、まあ、ごまかしてるんですよね、うん、あの人名前入れたら本当にこっちが差別だっていうのが明らかになってしまうので、うん、でも同心は小野寺帰れっていうポスターが、そのプラカードが4枚あるのを知っていて、それを書かないでですね、はい、結局はその問題ないやつだけピックアップして書いてるということですね。これは明らかに偏向報道以外の何者でもなくてですね、はい、この記者さん本当に大丈夫なのかなというふうに思うぐらいですね、まあ、結果ありきでですね、うん、無理やり事実をねじ曲げたり、出さなければいけないところを出さないでですね、恣意的に記事を書いていて、しかもこんな場所に出している同心というのは明らかにおかしいと言わざるを得ませんし、さらにですね、この記事の全体を通して問題なのは、私がもしですね、あのこの当日にヘイトのスピーチ講演でやるとですね、まあ大々的に書いて、やっぱりやったじゃないかと、だから私たちは反対していたんだという記事を書きたかったはずなんですよ。ただ私は一言もヘイトのスピーチをしていないので書けなかったにもかかわらず、この記事を書いてきたというのがですね、やはり一番問題だと。ヘイトの講演会でなかったものをさもこれからもやらせてはいけないんだみたいなですね、言論封鎖をしているということですね。どうでしょう、なんかあの愛知トリエンナーレの時に検閲はどうだこうだって言ってたんですけど、うん、そもそもなんていうか開く前から開催させようさせないようにしようってして、うん、ちょっと終わった後もなんかこうあのなんか取りやめさせるよみたいな、うん、こういうふうに新聞記者っていうかあの新聞社が持ってっていいんですか。いや、だから誘導してるんじゃないですか。ヘイトの講演会じゃなかったのに、はい、多分すごい困ったはずですよ。ヘイト言わなかったと。だから最後の青木さんも、私のヘイトのスピーチがなかったので題名がおかしいって騒いで、あれもシナリオだった可能性あるんです、はい、なので小野寺絶対行ってこないぞと、でもまあ文句言わなきゃいけないので題名がおかしいって言えみたいなことを言ってきたけど、私たちが淡々と答えたらわけわかんなくなっちゃって、最終的にはハテナついてるだとかついてないだとかわーとかいう話になって、最終的にあんなその混乱しちゃったということを考えると、まあ同心の思い通りの結果にはならなかったプラス、実際には同心というのはこういう恣意的なとんでもない記事を書くんだなというのは、まあ全道の皆さんにはよく分かっていただけたというふうに思いますが、こんなことをですね、許していいわけはありません。我々はおかしいものはおかしいと言っていると、
さらにそのアイヌを差別するつもりも全くないですし、政策がおかしいと、まあこれからおかしい、その大変なことになる可能性があるということを言ってるだけ、その後援会に対してもこれだけの圧力をかけてくると、さらに歴史的な事実をちゃんと伝えたいと思っていても、その事実をねじ曲げて、それは嘘だと言ってくると、何の根拠もなく、そういうようなですね、世の中になってはいけないというふうに思いますし、同心の思い通りにはしてはいけないということを今回の講演会で改めて思いましたけれども、奈々さんはどうでしょう。まさにその通りだと思いますし、私たちはあの人たちが自分たちの正しいと思っていることをやってる分に全く妨害するようなつもりも全くないですし、そういう人たち のいわゆる表現の自由は尊重してると思うんですけども、こういう妨害行為っていうのを新聞がなんか盛り立ててるっていうのを本当に異常だと思いますし、そして小野寺さん の講演の中で端々と出ているね、私たちはっきり言って迷惑行為だし妨害行為ですよね、大人としていかがなものか胸に手を当てて考えてほしいなというふうに思いました、ということで今日の特集だったんですけれども、特にああいう妨害活動をしている、さらに現職の市議会議員もいたり、その共産党の政治家がですね、違法行為を堂々とやって、しかも言論の自由、その表現の自由という憲法で保障されているものもですね、国民が持っている権利を侵害しようとすると、さらに同心は真実というものをねじ曲げて、知っていることを書かないで自分たちの都合のいいものだけピックアップして、その道民に騙した情報を出そうとしているということで、これは大問題だと、そういう認識で今回の特集をさせていただきました。はい、以上今日の特集でした。はい、以上全てのメニューが終わりました。ということで今日はですね、私の講演の部分は先に皆さんにご覧いただきましたけれども、的場先生の部分が前段にありました。この的場先生の部分はですね、水曜日に皆様にご覧いただくためにですね、配信をしようと考えておりますので、的場先生の話と私の話、前半と後半ですね、両方を見ていただければ、どういう講演会だったのかということはですね、皆さんにご理解いただけると思いますので、水曜日の動画配信もぜひご覧いただきたいと思います。目から鱗の情報がたくさんあると思います。はい、はい、以上こちらチャンネル桜北海道でした。私は2時から次講演がありますが、あと30分少々しかありませんので、これからすぐ講演会会場に向かいたいと思います。明日もまた有益な情報を皆様に発信してまいりますので、ぜひご覧ください。今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。